シンパニーの本村です。今日は徳永ファンチューブバンちゃんの新チャンネルとのコラボ第3弾ですね、最初が僕のチャンネルで、2回目をバンちゃんのチャンネルで、で3回目今日がシンパニーチャンネルでのお届けになってまして、で4回目が実はできそうで、それはまた徳永ファンチューブの方にお返しするっていうことで、今バンちゃんとね話を進めているところです。思っていた以上に好評というか、この企画なんですけどね、やっぱりこう徳永さんのファンの男性ファン2人がまた、そのそれぞれこうバックボーンが違う2人が話すことによって予想しづらいこう話の展開になっているっていうか、まあ僕も話テーマ決めてた割にバンちゃんのこの話の展開に合わせていろんなところに話が、振られちゃってね、何話してるのかちょっと分かんなくなってくるようなところもあったんですけども、まああとはちょっとね僕も普段のこう喋り口とは違ってかなりこう砕けた話し方になっていて、まあこれがどうしてもねバンちゃんと話をしていると楽しくなってきちゃって、つい素が出てしまっているところもあるんですけど、まあ、そこはちょっと目をつぶっていただいて、一緒にねこう会話に入っているような感じで、楽しんでいただけたらなと思います。きっとねお酒が入っていろいろ話し出したら止まんないんじゃないかなっていうぐらい、話がね、盛り上がってきてます。ということで、第3回目の、徳永ファンチューブとのコラボ企画をご覧いただけたらと思います。どうぞ。未来志向、まあ徳永さんへの応援メッセージでもね話をしてくれたけど、その未来志向のその好きな理由っていうか、まあ自分のチャンネルでも語ったばっかりだと思うんだけど、まあ改めてちょっと話すとしたらこんな感じになる。そうですね。でもやっぱりね、未来志向、僕はどっちかって言ったらメロ線の人、僕はメロディーが詩よりも優位に来ちゃうんですよね。これもしかしたらやっぱ影響を受けてるのかな。その初めて聞いた壊れかけのレイディオはもちろん作曲だったんですけど、うん、過去の作品をこう買ってった時にかなり作詞をしていないと。これシンガーソングライターって言われている人が作詞をプロに依頼してるってことが気になったんですよ、ちっちゃいながら。あ、要は9歳ながらその夢を信じても篠原さんだったりとか、うん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 、これどういうことなのかっていう子供ながらにこう疑問が湧いてきて、したらやっぱりたどるとめちゃくちゃかっこよかったんですよね。その書けるし曲を書くときに必ず歌詞も後から載せてるんだけど、やっぱり自分が、徳永英明というシンガーソングライターのプロデューサーだったとしたならば、この歌詞で出させるよりもプロに書いていただいた歌詞の方がこの曲が生きるとか、だって本当だったらメリット高いの分かってるわけじゃないですか。自分の作詞作曲がいいし、自分の言葉のがファンに届くし、まあいやらしい話、著作権的な、まあ、権利的なものもあるわけじゃないですか。それを投げ打ってでも作品、このメロディーを最大限生かす歌詞ってなんだっていうところにフォーカスをすると、依頼をするってことになるわけじゃないですか。多分本村さんも作られてるか分かるんですけど、僕、まあ、決して人に依頼したくないんですよ。自分で作曲したいんですよ。それをされてるっていうのを見たときに、やっぱり僕はもしかしたらそれ影響を受けて、やっぱメロディーが大事で、歌詞はまあ、二の次じゃないんですけど、やっぱ1位メロディー、2位歌詞みたいになっちゃったのね、多分ちっちゃい頃から。だけど、そんな中でも徳永さんの曲の中で、歌詞がもう本当にもうバコンってもうすぐ入ってきたのが歌で。ああ、なるほどね。まだ思春期ですよ。だ15歳ぐらいだったんですけど、なんだろう、いつの間にか大人になって、次の場所にかけていくだけで、これ休めて、それな、子供ながらに描いている大人の将来の像がすごい描かれていて、なんか最近ヒットしたうっせーわってアドさんの曲あるじゃないですか。あれまさにアドさん高校生かもしれないですけど、大人の話を書いてるじゃないですか。
世の中ものすごい共感したじゃないですか。他の未来飛行の歌詞って多分、もっと多分全国民に今の時代 YouTube でバンと広がった時に、もう下手したらほとんどが響くものが含まれてる気がするんですよ。あの歌詞って。そこがもうバラバラって刺さってしまって、しかも2番の歌詞が、今度はね、子供の生まれたばかりの長男に向けて、いいか君も大人になってって始まる歌詞すごくないですか？ 確かに。で、素敵な夢叶えてくれと、期待を込めて僕を抱いてる写真があって、下手したらそれ、子供がお父さんに、要は徳永さんに言ってるような歌詞だけど、でも、そのなんていうかな、リアル感がすごいって思っちゃって、で、しかもメロディーも秀逸だし、まあちょっと本当に言い出すと多分いっぱいあるんですけど、そこら辺がもうとにかく刺さっちゃった感じでしたね。そうか。いや、あ確かれ、に逆歌詞に、がすごい、歌詞がすごいよね。いいですね。え、言葉さん逆に未来以降はそんなに、そんなに刺さってない方だったんですかね。いや、刺さってるよ。ウルルン滞在記だっけ？はい。見てたし、ええ。未来飛行、結構夜遅くやってたよね、番組。違ったっけ？10時か11時からだったあ、と思いますそっか。ね。まあ、そう、え未来飛行はね、すごい好き。だけど、太陽の少年の中でランキングつけるとしたら、上位に入ってくるかっていうと、ね、俺、マニアックだから、ちょっと他の曲が入ってきちゃうんえ。ええ、あ、これね、すっごい、だそういうの楽しくしすぎますね。だから、例えば5位以内に入んないやつするじゃないですか。そうするともう最高に面白いですよね。だから、もう興味が湧いてしょうがないですよね。だから、さっき言ったロザリーとかミスターブルーが来て、その次じゃどうやってなってくるのがすごい気になってたんです。その上位に来るあのれは。がもう本当日替わりになりそうだけど、でも本当に難しいけど、なんだろうな。まあ、それは今度のあれ、お楽今度しはですみね、に取っとそうこですね。そうしましょう。め自ちゃ分くちゃ用面の白いわ。ネタいで。やー、いいですね。だから、好きな曲がファンによって違うって意味がよくわかりますよね。そう、ついでに俺の話をすると、その青いちぎりがすごく好きなんだけど、シンパニーのライブでも必ず入れてた曲なんだけど、まあそのきっかけが、そのオネストツアーで、最初ビデオっていうかね、イメージ映像が流れてきて、その後ろでこう、ドンツツタンツツとかって、ドンツツタンツツとかって、こう、静かにドラムが入ってきて、で、ストリングスが、ふわーふわーって入ってきて、で、ステージが、まあ、完全に空いてない状態で、徳永さんが、あの頃のっていう、その入り方。そこからもしですでに CD と違うからね。CD は、あの頃のなんだけど、いきなりそのオネストツアーで、あの頃のって入ってきたから、何これみたいな。もう、鳥肌どうぞみたいな。すげえやばいんですけど、みたいな。言うことマニアックレベルがやばいっす。一枚のじゃなくて、一枚のなんだよね。あの頃の一枚の写真の中でって言われて、うわ、もう、やばい。ゾワ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 。ずっとゾワ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 して。で、このブルーの照明だけをずっと青い色に当ててて、ほとんどこう、ステージも、ちゃんと空いてない状態で最後まで歌ったわけよ。何この、何その、オブラートに包まれてるっていうか、オブラートじゃない。なんかこう、ベールに包まれたまま終わっちゃったの、青い色に。あれとか思って、もう不完全燃焼と思ってたら、ちゃんちゃかちゃん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 ちゃかちゃんちゃんちゃんって、レボリューションのイントロが始まって、その前に、1999年、徳永英明、オネスオト、ネスト。とかって言ったの。みたいな。うおーみたいな。かっこよすぎるみたいな。この一連のオネストツアーの流れがあまりにもかっこよくて、青いちぎりがもう、もともといい曲だと思ってたけども、すごい曲になっちゃったんね、俺の中で。
わかめるな。ちゃくちゃかっこよかった。あの時金髪だしと思いますけど、金髪でしたね。確かもうあのタイね、ミングだと。ドラキュラだしね、あの時ドドラキュララ。にしか見えない。かっこいいっていうかね、もう徳永伯爵みたいな感じ。もうなんかすげえ、なんかもう、なんか本当になんかね、人間っていうか、なんかもうそのドラキュラっていうか、もうなんかすごいかっこよかった。なんか別物に見えちゃう。この顔一義の印象があまりにもかっこよくて、そっからもうその曲のかっこよさにハマっちゃった感じかな。なんかね、多分青い地域でも、徳永さんのコアなファンの方好きなんですよね。あれ、すごく好きなんですけど、多分、今の本村さんの理由で好きな人は、限りなくマイノリティだって、ライブのあれですよね、確か本当に動画が、ドゥン、ツッツ、ダン、ツッタって、徳永さんの絵がグワって、なんかいきなりグワってアップになってったりするやつです。確かそうですよね。シーンがヒュッと変わったりとか。そこから来てる、要はバスドラと、要はなんかもう言ったらあれじゃないですか。スネアと、あれ、スネアは入ってないか。ハイハットとバスドラですよね。ドゥンツッツ、ドゥンツッツ、ダンですよね。もう、本当にね、あれはかっこよかったね。すみません、ちょっと今また電波がちょっと悪くなって、すみません。いや、そこの部分がかっこよくて、そして歌い出しが CD と違って、あの頃のですよね。そこが来る。もう最初から違うじゃんみたいいや、なんかすごいっす。なんかちょっともう、企画外の、ところに、好きな部分があるっていうのはもうめちゃくちゃ、やっぱすごい。やっぱライブのね、人だから、そのライブの演出っていうのも相当徳永さんこだわってる。特にその最初の登場シーンって、まあ、オネストに限らず、いろいろ凝ってると思うんだけど、やっぱそこでこう、ぐわっと心つかむのがうまいよね、徳永ね。すごいですね。僕も今度どっかで YouTube で話そうと思ってるのが、まさに今のオープニングなんですけど、完全に徳永さん、僕まだノスタルジア以前は行ってなかったんですけど、ノスタルジア以降全部行ってって、やっぱバラードオブバラードで大成功パターンができたんだと思うんです。スクリーンの、結局まあ、レボリューションでも最初、ラビアン・ローズでスクリーンで始まってると思うんですけど、バラードオブバラードからストーリー性の持つその MC のその流れと、あったね。ラストとエンディング、アイムフリーの終わり方なんか最高だったじゃないですか。あれからオネストもリマインドも全部スクリーン使ってったじゃないですか。あ、すごいなって、やっぱかっこよかったですよね。あのあたりも、僕毎回どんなスク、あの映像来るんだろうみたいな。そうだよね。で、オネストあと君のいる場所に僕は生きていくが最後でしたよね、確か。もうあれもめちゃくちゃ、マニアックですけど、かっこいいですよね。かっこいい曲だね。あれはね、コードがまた特殊なコードを使っていて、ちょっとね、もう普通のそのコードじゃないんだよね、あの曲。だから、不思議な響きを知ってるし、なんか絵も言われるっていうか、すごい、こう、いい曲だよね、あの曲もかっね。こいい。もうかっこいいですね。あれもかなりやばいですよね。ほんだら、オネストとかリマインドあたりは、本当に一番、こう、徳永さんってなってた時期。俺が、社会人になりたてで、こうね、働き始めていろいろ悩みとか苦しみが、こう、ドーンとなってた時に、例えば、オネストの CD を 池袋で買って、で、丸の内線で仕事場に、こう、大手町までこう行く時に、初めてこう、CD ラジカセで、CD ラジカセの CD プレイヤーか、オーディオみたいに入れて、パッと閉じて、こう、再生ボタンを押したら、ピアノでね、タン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 、タン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 つって、あの星、あの星、君の顔とかって、こう、優しく徳永さんが花を届けてくれて、もう泣きそうになっちゃったんだよね。うわーっと。その時ちょっと辛かったから、ああ、なんかもうこんな優しい曲と思って、もうすごいオネスト、やっぱり超いいアルバムだなと思うよね。わかります。オネスト人気高い。あれ多分フルソング全部徳永さんが作曲してやってますよね、あれ確か。
あ、本当？そう、そっ一番か。最初のアルバムだったと思います、あれが。あ、そうなんだ。まあ、ちょうん。っとこう、リフレッシュしてたよね、あの時ね。ちうん、ょっとそうです休んね。で、すごいこう、リフレッシュして出てきたから、メロディーもこの、まあ、すごい溢れてたと思う、その時期だなと思って。確かに色違いますよね。あそこ優しいの多いですもんね。やっぱりそそうのだね、オネストもね。オネストもそうですし、特にそのアルバムのどっか一曲にもうアルバムのこのファンがたまらないっていう曲入れてくること多かったじゃないですか。なんかそれも多分人によって違うのかな。でも間違いなくオネストだったら翼の勇気だったり、リマインドだったらポジションズオブライフだと思うんですけど、それとやっぱ翼の勇気とかも今、いまだにすごいファンで、今回ラブパーソンの豊洲ピットでやった2日間のやつ行ったんですけど、やっぱそこで歌ってたんですけど、翼の勇気に感動してる人がものすごい多かったですよね、やっぱり。そうだよね。うん。あれもね、すごいですね。どうなんだ、オネスも聞きたいな、本村さんが好きな曲のランキングあたり聞きたいですけどね。めちゃラくンちゃキン気グに難なしる。いよ。難しいですよね、オネスト。その次のリマインドのツアーの時のね、オープニングもリマインドもあれ結構、その、ピアノの不協和音って言ったらちょっと違うかもしれないか。チャラランチャラン、チャランチャランとかって、こう、いつ始まるのみたいな感じの、出足がずっとあって、で、突然、ダン、タカ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 タダンっつってドラムがドーンと入ってくるから、あの入り方とかも、かっこいいよね、リマインドね。リマインドも超いい曲だと思うよ、オネストで優しくこう包まれた感じの中から、急にリマインドで、この胸を切り裂いてとかって始まっちゃう。なんかもうなんか、サラリーマンだった俺も、そのなんかもう、急にこう背筋が伸びて、なんかもうなんかね、よし、俺頑張ろうって思った。すごいですね、そこに励まされてたんですね。そう。すげえ戦うぞ、みたいなね。なんかもう、燃えるぞ、みたいなね。内側から闘志をかき立てられるような曲だね、リマインドはね。そう、詩のメッセージっていうよりも、メロディーからして、こうなんか、こう、ぐわーってこう下からこう持ち上げてくれるっていうか、そう、だからまあ、シンパニーのライブでもやったけども、歌ってても燃えてくるし。リマインドはちょっとごめんなさい。あれ1曲目に入ってるやつですよね。で、オープニングでライブもオープニングだったやつですよね。やっぱね、なんかね、本村さんのごめんなさい。もう本当いい意味でのマニアックぶりがすごいですね。でもリマインドは、だって、なんとなくですけど、なんていうんだろう、やっぱバンドサウンドっていうか、音楽を知ってる人だからこその好きな部分っていうのあるなっていうのをちょっと感じます。やっぱりやっぱり歌じゃない、手前から始まっているストーリーの、そこからなんか響いてらっしゃるから、なんかね、もうなんかだって、リマインドの頃多分オリオンの炎とか、メモとか好きな人いると思いますし、まさかリマインドから最初から感動して、うおーみたいなのって、なかなかないと思うんですけどだからね。そのさっきの「翼の勇気」とか「ポジションズ・オブ・ライフ」っていうのはその好きだけどその俺が今言ってるような曲の方が俺は好きなのね。そう、あまりにもその歌になってるっていうか、すごい名曲だし刺さるけど、その曲全体として聞いた時にはやっぱりね、リマインドとかの方が俺は好きだな。面白い。いや、相当面白いです。もう予想をね、はるかに超えてますよ、もそうなんだ。う。いや、もうね、やばいです。だから逆にリマインドだったら、私は愛を止めないでとか、追憶とか大好きなんですけど、星野さん、本村さんだったら、泣きたいとか、そうだね。好きじゃないですかね。好きだね。うわ やばい、これ本当泣にきすごい。たーいってね。いや、このそう。曲はさ、徳永ファンじゃない人が聞いたら、ね、なんだって思うと思うけど、え、泣けばいいんじゃないですかって。やばい、ちょっと本当になんかすごい。そう、面泣きたいとか白いね、な。雨が降るとかも好きだし、あーあーとか、
ああ、とか。なんかあね、れは、普通の人うんうん。はそんなにこう行かないんじゃないかなっていうところに行っちゃうんだよね。行かないでしょうね。行かないでしょ。私、大人になってようやくちょっとは、今わかるんですけど、当時、絶対すぐ飛ばしてましたもん、雨が降ると。いや、もう入りから怖いんです。なんか、ああ、もう重なってるじゃないですか。で、なんか、もうなんかちょっと、うわってなっちゃって、怖いな、みたいな。そうああ、なんが怖だ。い。うん、だから、いや、やばい、これ、一曲一曲辿っていきたいな、本村さん、好きな。いや、すごいっすね。いや、確かにマニアックな感じはするかもマしニれアッないク。めちゃくちゃマニアックですね。ね。でも、徳永さんからしたらそういうのも嬉しいんじゃない？その、王道の曲うんうんうん。を好きな人もいてくれれば、って思うようなところを好きな、ね、人もいてくれて、ね、やっぱり作ってきた曲は全部自分の子供だから、それぞれこう愛してくれる人がいるっていうのは嬉しいんじゃないかなと思うけどね。でもどっちかって言ったら多分本村さんみたいなファンの人超嬉しいと思います。だってやっぱりいかがでしたでしょうか。だって、てんてんてんって、ここで止めちゃうの？みたいなところで止めちゃいまして、すいません。ぜひね、この後の続きの話は、パンちゃんの方のチャンネル、ちょっといつ出てくるかっていうのは、まだ、彼のね、編集はかなり凝ってるので、僕のね、パパパってやってパンってあげるのとはちょっとわけが違うので、少し時間かかるかもしれないですけれども、パンちゃんの方のチャンネルでね、ぜひ続き、まあ、最後まで楽しんでいただけたらと思います。まあ、なんというか、バンちゃんの僕の掘り下げ方っていうかね、どんどん深く深く掘り進められていくんで、なかなか面白いっていうかね、話のインタビュアーとしての能力高そうですよね。なんていうか、徳永さん、僕の場合はね、弾き語りを中心にして、その曲に関する考察っていうのは、まあ、思いつきというか、その場のノリで喋ってることが多いですけども、番長の場合は多分いろんな情報を多分当時収集している中で、こう、まあ、徳永さんのその多分インタビューが載ってる記事だったりとか、そういうちゃんとした裏付けがあっての、その、何ですか、知識があってのその深掘りができている。それぞれ、まあ、面白いと感じる場所がね、違うんじゃないかなと思って。バンちゃんのチャンネル、ね、僕とのコラボもあって、少しこうチャンネル登録者数もバーって増えてると思うんですけども、どんどんね、こうお互いに成長していって、徳永ファンチューブ、ね、立ち上がったばっかりではありますけれども、再生数はね、なかなかすごい回数来てますよね。やっぱり中身がいいからだと思いますね。YouTube の AI っていうのは、その中身をちゃんとね、分析して、露出していくっていうね、まあ、そのアルゴリズムがなかなかつかめないがために僕も苦労しているっていうところもあるんですけども、まあ、コラボレーションすることでね、双方にいい影響を与えながら、これからもね、チャンネルを成長させていけたらなと思っています。はい、それではバンちゃんの方の第4話、お楽しみにしていただきつつ、僕の日頃の、弾き語りを中心にした、動画の投稿もぜひ、毎回見ていただけると嬉しいです。はい、それでは今日は以上になります。